はい、おはようございます。朝の散歩に来ています。今日は4月の21日で日曜日です。空はね、曇ってます。ちょっとね、雨降りそうなんでね、今日はね、キューちゃんは休みです。もうキューちゃんね、今日は行かないって言うんです。雨降りそうで。はい、桜もう何にもないです。これだけ。昨日ね、無事ね、 iPhone をね、返品することができました。もう残念だけどね、返品しました。今日のニュースは、東京の方で火災があって、それがその原因がおそらくモバイルバッテリーだということです。モバイルバッテリーってね、ほんまね、火が出るんですよね。充電をしすぎると火が出る場合あるし、あと衝撃与えた場合もね、火が出るんですよね。これはね、携帯にも言えるんですよね。スマホを衝撃与えたらね、まあ、バッテリーに衝撃を与えたら発火するんですよ。いや、今回のね、そのニュースの火事はおそらく充電のしすぎだと思うんですけど、充電してる時に発火したという感じだと思うんですけど、そういうの多いですよね。モバイルバッテリー危ない、結構危ない。昨日動画上でね、グッズの紹介をしたんですけどね、クリアファイルね、あれめちゃくちゃ可愛くないですか。いや、あれね、来た時驚いたんですよ。もう可愛すぎて。先日怪我したところはね、まだ痛みますけどね、まあだいぶマシになってきました。まあ気にするほどでもないと思います。キューちゃん待ってた、レンちゃん待ってた、はい、今日のご飯ができました。今日のご飯はもち麦のご飯と残った味噌汁と残ったブロッコリーです。全部残りない。これはね、もう冷蔵庫入れといたんです。味噌汁ってね、腐るんですよ、時々。大丈夫ですね、これも大丈夫。小松菜も入れました。あとえのきと、もう名前がね、ど忘れする、えのきとこれと、もう忘れたはい、今日はね、質素なご飯でした。じゅんちゃんはここにいます。あつとキューちゃんはこたつのあたりです。はい、今日はこんな感じです。